そう、なんかさ、スイちゃんってマジで、全然体型が変わらなくて、いっぱい食べて、もともと小食だけど、いっぱい食べても、なんかあんまり体型がね、変わらない人だと思っているんだけど、僕は。スイちゃんの面白いところをさ、さっきの配信見ながら、一個思い出したわけよ。なんかね、何度か、スイちゃんが、実は僕のお家に、泊まりに来た時とかも何回かあったんですけど、その時に、当然だけど、お風呂行ってきます、行ってくるねって言って、あんじゃ行ってらっしゃいって言って、僕お部屋で待ってるじゃん。で、うち狭いから、なんかね、洗面所にある体重計に乗った音とかが聞こえるわけよ。なんか聞こえてきたの。僕今、普段さ、一人だから気づかなかったんだけど、普段一人だからさ、気づかないじゃん。なんか自分が自分の部屋にいて、誰かが体重計に乗るってことが普段ないじゃん。でもなんか狭い部屋だから聞こえてきて、で、なんかピッピッみたいな。スイちゃん、うちに来たらマジ体重計乗れんだと思ってさ、今体重測ってるわと思って。それがなんかお泊まりの時もそうだし、普段普通になんか遊びに来た時とかも、なんかちょっとなんか洗面所行ったらもうお化粧ちょっとお直ししてくるわみんな、行ってらっしゃいって言って、しばらくピッピって、また体重測ってるみたいな。スイちゃんのお家に体重計がね、ないらしいのよ。スイちゃんのお家には体重計がなくて、で、なんか、そのなんか、お仕事で行った先のビジネスホテルみたいなところの、にあったなんか体重計だったり、多分人の家、友達の家とか、まあ僕のお家とかで多分体重を測ってるんだと思うんだよね。あれ何なんだろうなって思ってたんだけど、今考えると家に体重計がないから、体重計があるところではとりあえず測ってるんだなってね、さっきの雑談聞きながら思いました。